2021年の F1 ではシーズン中にスプリント予選方式が導入されたことで賛否両論が沸き起こりましたが、これまで F1 の長い歴史の中では黒歴史ともいえるおかしなレギュレーションが存在したことをご存知でしょうか。皆さんこんにちは、モーター天国のレインです。今回はかつて存在した F1 のおかしなレギュレーションについて解説していきたいと思います。このチャンネルでは F1 グランプリに関する様々な検証、解説動画を扱っていますので、よろしければチャンネル登録をしておいていただけると嬉しいです。F1 以外のモータースポーツ、車解説を行っているサブチャンネルもよろしくお願いいたします。今回はこのような内容を解説していきます。ブリヂストンとミシュランによる激しいタイヤ開発競争が巻き起こっていた2000年代中盤頃までの F1 でしたが、その真っ只中の2005年にタイヤに関する大きなレギュレーション変更が加えられます。これまで行われてきたレース中のタイヤ交換を禁じ、予選と決勝を通じて1セットのタイヤで走り切らなければならないという規則が追加されたのです。これはタイヤの使用量を減らしてコストを削減することや、レギュレーション改正により必然的に耐久性を重視したタイヤ性能になるため、スピードの抑制が図れるという意図のものでしたが、改正が発表された直後から関係者やファンからは、タイヤに問題を抱えてもペナルティーを恐れてタイヤを変えないチームが出てくるのでは、交換した新品タイヤでプッシュするというレースの見どころが一つなくなるなど懸念の声が寄せられていました。シーズンが始まると周囲の不安は的中。ドライバーたちはレース中、タイヤの寿命を持たせるためにプッシュしない走りに終始するようになり、レースの醍醐味が減少。さらにはレース終盤に持ちこたえれなくなったタイヤがバーストしてしまうなどの現象も見受けられ、レギュレーションに対する非難が殺到。そしてタイヤ交換禁止のレギュレーションとは直接関係なかったものの、第9戦アメリカグランプリではフリー走行時にミシュランタイヤを履くトヨタのラルフ・シューマッハのクラッシュをきっかけに、ミシュランが持ち込んだタイヤがアメリカグランプリの舞台であったインディアナポリスのオーバルトラックの走行負荷に耐えれないことが判明。ミシュランユーザーの14台がレースをボイコットする事態となりました。こうした事態が重なり、翌年にはこのレギュレーションはわずか1年で廃止され、レース中のタイヤ交換が復活。結局このレギュレーション改正はレース展開をつまらなくし、ドライバーを危険にさらしてしまっただけの施策となってしまいました。ミハエル・シューマッハと共に黄金期を築いていた2000年代初頭のフェラーリですが、シューマッハ優先の体制を取るあまり批判にさらされることも多くありました。2001年のオーストリアグランプリでは2位を走っていた当時のフェラーリのセカンドドライバールーベンス・バリチェロがマクラーレンのデビッド・クルサードとチャンピオンを争うミハエルをゴール直前で前に行かせるチームオーダーが発令されると、翌年のオーストリアグランプリでもバリチェロがミハエルにゴール直前で優勝の座を譲り、2年連続のチームオーダー。これには大きな非難を浴びせられますが、フェラーリ側はチームオーダーを正当化するスタンスを取ったため、さらに物議を醸しました。フェラーリの独走や順位操作に F1 の人気低下を危惧した FIA は翌2003年、個人競技としてのレースの価値を高め、チームメイト同士での順位操作を行わないようにするため、チームオーダーの禁止に関する規則をレギュレーションに盛り込みました。チームとドライバー間の無線は運営側に傍受され、チームオーダーと疑わしきやり取りがあれば調査、ペナルティーを与えるというものでしたが、実際には各チームで隠し言葉を事前に決め、運営側が聞いてもわからないような形でチームオーダーが横行していました。形骸化していたチームオーダー禁止ルールでしたが、2010年のドイツグランプリでトップを走っていたフェラーリのフェリペ・マッサに対してチームから後ろを追うチームメイトのフェルナンド・アロンソを前に行かせるようにという意図が込められた指示が無線で出され、マッサがそれに従うといういわゆるファスター残留事件が勃発。この際のチームの無線内容があからさまだったことや、マッサが分かりやすくアロンソを譲ったことから、この事件は問題となり、形骸化していたチームオーダー禁止のレギュレーションを見直すきっかけとなりました。
そして2011年よりチームオーダー禁止のレギュレーションが正式に廃止されることになり、再びチームメイト間での順位の入れ替えが公然的に認められるようになりました。忌まわしきタイヤ交換禁止ルールが制定された2005年、もう一つの物議を醸したレギュレーションがありました。それが合算タイムにより順位を決める予選フォーマットです。2003年からの F1 では金曜日と土曜日に各ドライバーがそれぞれ1周ずつの計測ラップを走り、金曜日は翌日の走行順を決め、土曜日に決勝のグリッドを決めるという予選フォーマットが採用されていましたが、この2005年からは土曜日と日曜日の予選セッションで記録したタイムの合算で決勝のグリッドを決める方式に変更されたのです。誰が早いか一目で判断することが難しい合算方式のグリッド決定方法は案の定不評を呼び、さらには日曜日の午前中に開催される2回目の予選を編成上生中継できない国のテレビ局も多く、この方式は企画倒れに終わり、わずか6戦で実施されたのみで従来の予選フォーマットに戻されることになりました。2016年にも予選フォーマットが変更されて物議を醸すことになります。2006年にノックアウト方式の予選が導入され好評を博していましたが、2014年からメルセデスが独走するシーズンが続いていたことから、 FIA はスタートをもっと混乱させてレースをエキサイティングなものにしようと予選フォーマットの変更を画策。当初はリバースグリッドなども変更案に盛り込まれていましたが、これは却下され、最終的には FIA のレースディレクターを務めていたチャーリー・ホワイティングが提案したという次元式ノックアウト方式が採用されたのです。この予選フォーマットでは Q1、Q2、Q3 の各セッションのうち開始から一定時間が経過した時点で最下位タイムの1台が脱落、その90秒後に次に遅い1台というような形で段階的に遅い車が1台ずつノックアウトされていく方式でした。これは予選で番狂わせを起こすためのレギュレーション変更でしたが、結局従来の方式であれば時間的に2回アタックすることができたところを、最初のノックアウト時間である7分でタイムを出さなければならなくなった下位チームにとっては逆に難しい予選になってしまい、蓋を開けてみれば早いチームがより有利な予選フォーマットとなっていました。さらに次のノックアウトが90秒後に決まるということは、ノックアウトゾーンにいるドライバーはすでにアタックラップに入っているくらいの位置関係になければタイム更新に間に合わないため、場合によっては前の順位のノックアウトが決まった段階で実質次の順位のノックアウトも決まるという制度の欠陥ともいえる事態も発生しました。この方式はドライバーたちからも批判の声が寄せられ、メルセデスのルイス・ハミルトンはサッカーのピッチに2個目のボールを投入するような愚かなものとコメント。結局開幕戦オーストラリアグランプリ終了後に予選フォーマットの見直しが再度議論されるようになり、第3戦中国グランプリからは従来の予選フォーマットに戻されることが決定しました。2014年の F1 グランプリには最後まで多くのドライバーやチームにチャンピオン獲得のチャンスを残し、チャンピオンシップをより面白くするための試みとしてシーズン最終戦のみチャンピオンシップポイントを2倍にして付与するというレギュレーションが制定されました。これにより優勝した場合は通常25ポイントのところ最終戦では50ポイントを獲得することができ、チャンピオンシップの展開によっては大逆転を演出することができるようになったのです。しかしモータースポーツの最高峰である F1 においてはこのようなエンターテイメント性は求めていないとして、発表直後から多くの反対意見が上がり、元 F1 ドライバーのエディ・アーバインも狂気の沙汰、規則が廃止されるまで F1 は見ない、恥を知れと酷評。現役ドライバーたちからも否定的な声が多く寄せられました。また多くのファンはこのダブルポイント制度によってチャンピオンが変わってしまうことを危惧していました。
仮にこのダブルポイント制度が過去の F1 に採用されていた場合、2012年はセバスチャン・ベッテルではなくフェルナンド・アロンソが、2008年はルイス・ハミルトンではなくフェリペ・マッサがチャンピオンに輝いていたことになり、チャンピオンシップが接戦になった場合、最終戦の結果次第で従来のポイント方式とは異なるチャンピオンが誕生してしまう可能性が大いにありました。結局2014年はこの制度の有無によってチャンピオンが変わるような結末にはならなかったものの、ファンに受け入れられなかったこの最終戦ダブルポイント制度は1年で廃止。翌2015年からは最終戦も従来のポイント配分に戻されることになりました。いかがだったでしょうか。今回はかつて存在した F1 のおかしなレギュレーションについて解説しました。このチャンネルでは F1 グランプリに関する様々な検証、解説動画を扱っていますので、よろしければチャンネル登録をしておいていただけると嬉しいです。それでは今日はこの辺で。